青い矢印は肋骨骨折を示し赤い矢印は続発した肺座症による胸膜下出血を示す交通事故による右第一肋骨骨折と続発した重角機種右気境肋骨骨折は直達外力、透け立ち外力、筋力などによって生じる肋骨部の骨折である直達外力による場合は肋骨が 胸郭内方に屈曲して骨折するが、助立ち外力では、外方突の骨折を生じる。ゴルフのスイングなどで起こることもあり、こうした場合は疲労骨折の一種とされる。咳、くしゃみの際の自発痛、骨折部の原曲性圧痛、胸郭の圧迫による助立ち痛などが症状として現れる。転移の著しいものでは骨折片を触進することが可能で、また、 圧力音を認めることがある。X 線像では骨折線を確認できないことが少なくない。治療にあたっては、伴走口固定、バストバンド固定を3、4週間施す。3本以上の互いに隣接するあばら骨が2箇所以上で骨折を生じた時には、同様胸郭フレイルチェストが見られる。同様胸郭では、胸郭の呼吸運動に際し、不動状態になった骨片が、 胸郭の動きと反対方向へ移動して、換気を妨げるために、胸郭の拡張と収縮を周期的に行うことができなくなる気呼吸が起こる。強い全胸部打撲によって、広範囲に骨折を起こした場合に多く、処置されなければ低酸素症などによる消耗で、危険な状態になる。このほか胸膜損傷を伴った肋骨骨折では、無気肺、また肺損傷を伴った場合には、 企画種、結局などが引き起こされることがある。ありがとうございます。